熊本市の下通りアーケードで行われた消防訓練。商業施設の3階から出火し、複数人が逃げ遅れたという想定で実施されました。かつてこの場所で営業していたのが太陽デパートです。今から50年前、1973年11月29日に起きた太陽デパート火災。避難階段の踊り場付近から出火し、買い物客や従業員など104人が犠牲に。日本のデパート火災史上最悪の惨事となりました。50年の節目を前に行われた訓練で救助に使われたのははしご車。屋上や5階にはしごを伸ばし、取り残された人を救助します。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ゆきちゃん連れてきますので。もう一緒に仕事してた仲間の人たちがもう何年も亡くなられてね、今日はぜひこの現場のね、この消火訓練をね、見たいなと思ってそれで来ました。感慨深いものがあります。それ以外でもいろいろビル、大きなビルとか商業施設あります。そういう形に話を持っていって一緒に訓練しましょう。そういう形で私たちの防災対応力の向上に努めたいと思います。熊本市消防局では今月29日から太陽デパート火災の教訓を伝えるパネル展も計画しています。